はい、皆さんこんにちは。今回も前回に引き続いてちょっと遠征、福島にやってきました。まあ、この残暑厳しい折、まあ、関東に比べてどうですかね、3度から5度くらいでしょうか。ちょっとやっぱり体感低いような気がします。前回のいわきは常磐線1本だったんですけれど、今回は新幹線に乗って福島県郡山市にあります郡山駅前献血ルームにやってまいりました。それでは行ってみましょう。
無事342回目終了しました。さて、無事献血が終わりました。今回の郡山駅前献血ルームですが、なんといってもホテルの中にある、そして駅からめちゃめちゃ近い、この2つが大きな特徴ではないでしょうか。それからルームの中のことですけど、すごくシンプルで、でも決して機械的だったり事務所的だったりしないような、ちょっとカラフルな色使いがあったりとか、本当に気持ちよくくつろげる空間だったかなというふうに思います。ぜひ駅から近いですから、郡山周辺の皆さん、郡山駅前献血ルームで献血なんてどう？